神保町歌劇特別公演少年 X のお知らせです。期間は2010年3月2日火曜日から3月7日日曜日、神保町歌劇で少年 X を上演いたします。ここのメンバー以外の出演はペナルティヒデ、インパルス堤下敦史、鈴木昭恵、ネゴシックス大山ルミ、他でございます。えいよ、さあ皆さんの役柄は何ですか？今回僕はですね、主人公のあの超能力少年という役を、主役主役、そして僕はですね、修二さんの、手下のヤクザの役ということで、よいしょ。先生、堀君は、僕はですね、あのテレレ、テレレですね、テレレ珍しい役、テレレって音ですね、テロリストの、はい、テロリスト、テロリストのボケ、あ、ボス役です。ボス役で、ボケ、ぐちゃぐちゃじゃない、テレレボケ、テレレですって。私は金融ヤクザの社長でございます。わあ、そして、はい、はい、あんたは、私は、カレー大好きインド人役でございます。全然わかんねえ、インド人ですね、はい、ということは、はい、僕は、ホモのお坊さん役です。全然わかんねえ。どんな話か劇場でお確かめください。それでは皆さん、お待ちしております。